この時間の宮島の様子です。今日はちょっとすっきりしない空になってますね。雲が多くなっていまして、少しところどころにわか雨が降っているようなところもあるんです。気温の方もやはり日差しがしっかり出ないと上がり方が鈍くてですね、30度を超えているところも少なくなっているんですね。ただ週末すごくカラッとした感じのね、すっきりとした秋晴れになりましたから、はい、それに比べるとちょっと今日はいまいちだななんて思ってる方も、ね、いらっしゃるかもしれませんね。お天気は RCC ウェザーセンターの岸真由美さんです。よろしくお願いします。視聴者の堂林大好きっ子さんもですね、少しずつ涼しくなってきましたね。今朝はクーラーなしで全部の部屋を掃除しました。クーラーなしで全く汗をかかずに掃除できるなんてと、秋の気配を感じたというね、メールいただいております、はい、さあそして今週今生お天気ではですね、これから秋の季節にぴったりのプレゼントがあります。三瓶山のふもとに広がる心地いい草原で体と心を思いっきり自由にするグランピングを、国立公園の生きた火山が作り出す三瓶温泉、地産地消の食、そしてモビリティ体験も。グランスケープ大山沖国立公園、一泊二食付きのペア無料宿泊券を今週2名の方にプレゼントします。応募は RCC アプリイランから、画面の上に出ている二次元コードから RCC アプリイランを開いてバナーをクリックするか、イランのキャンペーンページをクリックして応募フォームにアクセスしてください。応募の締め切り時間は毎日午後7時までとなっております。どしどしご応募ください。お待ちしております。いいですね、自然の中でね、楽しそうだ、はい、私週末ですね、ちょっと自然を感じに北に北部に行ってまいりました。その様子どうぞ。こちら秋田高田市の様子なんですけども、奥側にはね稲穂が綺麗に実ってますが、手前側に白いお花がたくさん咲いてますよね、これ蕎麦の花なんですよ。これが、はい、今が一番の見頃というか、ちょうど綺麗に咲いていて、まあ、今月いっぱいぐらいが一番綺麗じゃないかなという話でしたね。小さくて可愛いですね。そうなんですよ、ちょうど秋風にね揺られてね可愛かったんですけれども、でも蕎麦の花が咲いたということはもうちょっとで新蕎麦の季節ですよね。確かに11月になると美味しい新蕎麦がね食べられますからね。見頃の後は食べ頃が来るわけですね、うん、楽しみですね。ではまず雨雲レーダーから振り返っていきましょう。今日はあちこちですね、にわか雨が降っているようなところがあるんです。特に西部の方でもこの時間も少し雨雲が少し広がってきたような状況なんですね。弱い雨雲ではあるんですが、パラッと降るような雨には今夜にかけて気をつけるようにしてください。そして明日の天気図ですね。明日も湿った空気が流れ込みやすくなりますので、ちょっと不安定さがあるんですよね。日本海に低気圧もできますので、そうなってくると少し不安定さがあって、明日も気まぐれな雨がありそうなんです。晴れ間も出るところがありますが、急な雨にご注意ください。今夜の予報です。今夜は曇り空のところが多いですが、急な雨がパラッと降るようなところありそうですから、空模様気をつけて過ごしてください。明日のポイント予報を見ていきましょう。明日も雲が多めのお天気ですが、今日に比べると午後は晴れ間が出るような時間帯はあちこち出てきそうなんです。ただ山沿いなどを中心に急なにわか雨が明日もありそうですので、空模様気をつけておいた方がいいでしょう。沿岸部を中心とした6カ所、こちらも曇り空から晴れ間が出るようなところがあちこちありそうですね。ただ少しお天気変わりやすくなりそうです。明日は日中の最高気温30度ぐらいまで上がってくるところが多くなりそうです。東部です。こちらも雲が広がりやすいですが、昼過ぎくらいからは晴れ間が出るようなところが多くなってきそうです。内陸部の方でもですね、ちょっと雲が多めだと思いますが、晴れ間が出るような時間帯はありそうですよ。朝は今朝より高いところが多く、日中も今日より少し高くなるところが多く、30度くらいのところが多いでしょう。北部です。北部は少し雲が広がりやすいですし、雨がにわか雨が降るようなところがちょっと出てきそうなんですよね。北部山沿いなどを中心に急なにわか雨気をつけるようにしてください。折りたたみ傘など何か持っていた方が安心だと思います。時間ごとの気温変化ですが、まず南部です。朝は今朝より2度ほど高くなりそうです。日中は平年よりも3度ほど高くなりそうですね。むしっとした空気がありまして、今日よりもちょっと高く蒸し暑く感じると思いますから、風通しのいい服装がいいと思います。
北部です。朝は今朝より3度ほど高くなりそうです。日中は今日と同じくらいです。べたつくような空気ですからね、食品の管理などはしっかりしておいた方がいいでしょう。お弁当の、ね、ものとかもね、少し涼しいところに置いておいた方が良さそうです。明日の熱中症の危険度なんですが、警戒から注意のところが多くなりそうです。体を動かしたりすると蒸し暑く感じそうですからね、水分補給などもこまめにしておいた方がいいでしょう。洗濯情報です。明日二重丸になってますけど、急なにわか雨がありそうなんですよ。ですので早めに取り入れた方がいいと思いますし、ちょっと空模様を見ながらにするようにしてください。波と風の予報です。風はそれほど強いところはありません。波は50センチくらいで穏やかなところが多いでしょう。海のレジャーにも瀬戸内では向いていそうですね。日本海側も明日は1メートルぐらいで、それほど高くない見込みです。10日間予報で見ていきますと、今週にわか雨の日はありそうですけど、大きな崩れというのはあまりなさそうなんですよね。今のところ晴れたり曇ったりのお天気です。金曜日、中秋の名月、十五夜の日なんですが、この日もお月様見えるんじゃないかなと思いますね。綺麗なものが見えるといいですよね。ただ気温が高めなんですよ。最低気温も24度くらいということで、熱帯夜が戻るようなところもありそうですし、あと気温もね、日中の最高気温も高めです。特にですね、金曜日あたり32度というのがありますけど、これ8月並みの気温ですから、ちょっと蒸し暑い日が多くなりますからご注意ください。それと次の秋の空気が入ってくるのはいつ頃かということなんですけど、次は10月に入ってからですね、少し気温が落ち着いてきそうなんですね。10月に入ってくるとやっと30度を超えてくる日っていうのも少なくなってくるのかなという感じがします。カープ予報です。来週にかけて、今週にかけてですね、今週末にかけて比較的お天気は良さそうで、今のところ大丈夫そうですね。にわか雨の心配はまだありますので、新しい方を確認しながらにしていきましょう。以上、天気予報でした。